2022年も宅建ジョブエージェントさんの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。詳細は概要欄です。ただですね、これを黙って眺めていられないのが不動産屋なんでございます。よろしいですか。毎年ですね、5万人から7万人も増えていた人口がいきなりですねマイナスに転じたらどうなると思いますか。そうです、空室だらけになるんです。実はですね、不動産流通機構レインズシステムのですね、東京都賃貸住宅在庫数はですね、コロナ禍真っ只中の2020年に入ってからですね飛び跳ねて上がっているんでございます。これはですね、人口が減っている東京23区はですね、世帯数もですね増加幅が大きく減少しているんですけども、賃貸物件のですね着工数はですね、コロナ前と水準がなんと変わっていないんでございます。これどういう意味か分かりますでしょうか。つまりですね、コロナでみんな東京23区から出ていっているのにもかかわらず、お部屋だけはどんどん作っているというのが今の23区の状況なんでございます。はい、やばそうだと思いませんか。そうなるとどうなると思いますか。当然空室増えますよね。コロナ前にですね、東京23区で新規供給されていた賃貸住宅のですね約7割が単身者向けの賃貸住宅だったんです。つまりですね、ワンルームとか 1K でございます。2020年に23区で供給された賃貸住宅のですね約7割、個数にするとですね約4万戸が単身者向けの賃貸住宅だったというふうに考えられます。これですね、各区のですね人口統計から考えますと、コロナ前はですね年間約4万人の単身者が増加していたので、需要と供給のバランスは取れていたんです。ところがですね、コロナ禍ではですね、逆に年間約2万5000人の単身者が減少しているんでございます。ということはですね、はい、足し算してみてください。つまりですね、年間約6万5000戸の単身者向け賃貸住宅が供給過剰になっているということなんでございます。やばいですね。はい。これですね、現在ワンルーム 1K のですね、賃貸住宅が大幅に供給過剰になっておりまして、空室がですね、大量発生している状況なんです。これは非常にやばいですよ。これですね、実務で賃貸営業を今やってらっしゃる方は、この状況ですね、肌で感じているんじゃないでしょうか。これ東京23区なんてですね、すぐに入居者決まっていたような場所なんですよ。例えば港区とかですね、中央区とか、あんなところですね、空室が発生してもですね、すぐ次の入居者決まってたんですけども、もう1年間ぐらいですね決まっていないというお部屋がザラにある状態なんでございます。これ私の周りでもですね、空室に困っていらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。これはですね、今不動産営業やってらっしゃる方もそうなんですけども、もし大家さんでこれ見てらっしゃる方いたらですね、本当に深刻に考えた方がいいと思います。今まで決まってたんだからですね、コロナが去ればすぐ戻るだろうと思ったらですね、私はちょっとそれを考えは甘いと思います。これだけですね、需要と供給のバランスが大幅に崩れるとですね、そう簡単には戻らないと思います。ちょっと推移を見てみましょう。東京23区の間取り別の空室率の推移をちょっと見てみますね。2020年の中旬からですね、単身者向けのワンルームと 1K のですね、空室率が急上昇しているんでございます。やばいですよ。ただですね、このお話ここで終わりじゃございません。実はですね、それ以外の間取りはほとんど変化がないんです。つまりですね、ファミリータイプの物件についてはそんなに空室率に変化がないんです。ここはすごくポイントなんですよ。これはですね、そもそもファミリータイプっていうのは供給量が少ないということと、テレワークの拡大によってですね、住み替え需要が促されたので、ファミリー物件についてはですね、需要と供給のバランスは取れているんです。つまりですね、自宅で仕事をしなければいけなくなったので、今まで 1LDK に住んでいたけども、やっぱり仕事をしたりするところと空間を分けたいから 2LDK 借りたいとかですね、そういうファミリー物件の需要は逆に増えていたりとかですね、しっかりと維持されているんです。その証拠にですね、賃料の推移をですね、ちょっと見てみますと、ワンルーム 1K っていうのはですね、もう家賃が下落しているんでございます。これに対してですね、 2LDK とか 3LDK の賃料は上昇傾向を維持しているんでございます。これですね、完全に明暗がくっきりと分かれているんでございます。ですからですね、ワンルーム投資をしていた方はですね、これからすごく苦戦します。そしてファミリー物件を持っていた大家さんはですね、どうぞご安心くださいと、そんな感じの状況なんです。要するにですね、コロナ禍においてファミリー物件の需要は強くなっているんです。これはですね、賃貸だけのお話ではなくて、売買でもその傾向が出ております。新築マンション販売数とかですね、中古マンションの成約件数というのは2019年度並みで、新築やですね、中古の戸建ての成約件数はですね、なんと2019年度をですね、上回っているんでございます。そうなんです、もっと需要がですね、増しているんです。これはですね、考えられる理由としましては、比較的収入がですね、高い層、高収入層に対するですね、コロナ禍の影響が比較的少なかったことや、テレワークの拡大によってですね、住み替えを考える人が増えたことなどが影響していると考えられます。またですね、皆さんご存知の通り、今はまだですね、金利が低いので、家賃を払うくらいであればですね、家を買ってしまうと思う人もですね、増えているんだと思います。まあ、実際ですね、ファミリーの新築分譲マンションのモデルルームなんかはですね、今連日予約でいっぱいの状況のようです。先日ですね、私の知り合いの人がですね、総戸数60戸ぐらいのファミリータイプのマンションの説明会に行ったそうなんですけども、1日でですね、なんと400組も来場したそうなんです。総戸数は60戸しかないんですよ。そこにですね、400組来てるんですよ。もう凄まじい需要だと思います。例えばですね、15年ぐらい前ですと、複数の部屋をですね、選び放題だったんですよ。ファミリータイプでもですね、新築物件で、私なんかもですね、その頃
頃部屋探ししてましたけども、新築物件ですね、購入しようと思ったら選び放題だったんですけども、今はですね、抽選に当たらないと買えもしないというような、そんなような状態なんでございます。このようにですね、同じ不動産業界でもですね、賃貸と売買でかなり明暗が分かれております。じゃあですね、不動産業界はこれからどういう方向に行くのか、ここからはですね、私は勝手に予想させていただきます。いきますよ、こちらです。ダメ物件は永久に決まらない。はい、これ厳しいこと言いますがですね、はっきり申し上げます。これだけですね、空室が増えますと、仮にですね、需要が回復傾向になったとしてもですね、そう簡単にこの需給バランスというのは改善しないと思います。となるとですね、決まる部屋と決まらない部屋の明暗がくっきりと分かれると思います。でですね、これ一つの目安をお伝えします。次の項目に複数該当する物件に関しましては、今後ですね、空室が長期間に及ぶ可能性を考えて、早急に対策を取ることをお勧めいたします。いきますよ、大丈夫ですか？心の準備は大丈夫ですか？大家さん大丈夫でしょうか？いきますよ、こちらです。1、東京23区である。2、築25年以上経過している。3、リフォームをしたことがない。4、バスとトイレが一緒である。5、駅から徒歩10分以上かかる。6、家賃が10万円オーバーである。これらに複数該当する物件に関しましては、今後ですね、空室がさらに長期化する可能性が高いので、リフォームをしたりとかですね、家賃を値下げする、もしくは先生、最悪売却するとかですね、そういった対策を早めに講じることをお勧めいたします。これはですね、不動産屋でですね、これらの物件を管理しているですね、営業担当の人もですね、大家さんにこの現状をちゃんと伝えていただいて、今ですね、異常事態なんですというところでですね、ちゃんと対策を取ることをですね、お勧めいたします。以上、不動産大学ヘッドラインニュースでした。ということで、また明日。